はい、皆さんこんにちは、アランです。今回はウルトラマンブレイザー第8話の感想を話していこうと思います。今回はね、前回放送の第7話のね、後編ということで、いやー、めちゃめちゃ良かったね。いや、個人的には神回です、これ。特にね、教授を説得する副隊長の場面、あそこはめちゃめちゃ良かった。その地上の文明を洗い流すっていうね、教授に対して、その過程で犠牲になった生物はどうなのか、生きたいと願う思いを消し去ってはならないっていうね、説得をしたね。もう副隊長の言葉がもう良すぎた。本当に。その前のね、場面にあった教授を犠牲にして人々を救えるのかっていうところでもね、繋がっていたりとかもしててね、もうめちゃめちゃ熱かったし、その隊長の時は人間と怪獣のこう二つのことでこう言及してたんだけど、副隊長はそれ以外の地球に生きている、木とか虫、動物、そして怪獣のことも含めてなんか話してたっていうのがね、もうめちゃめちゃね、よかったし、いやもう副隊長今回マジでかっこよすぎた。なんか尊敬している人にさ、ああいう言葉を言えるっていうのもすごくかっこいいし、その隊長のその良き理解者としての側面とかもね、この回を見て、垣間見えたと言いますかね。もう本当になんか、本当に今回もう副隊長掘り下げ回なのではっていうぐらいのね、メインの活躍で、いや、めちゃめちゃね、良かった。ただあのタイミングでサインをもらうのは、さすがにバグってると思う。ね。そういうちょっとお茶目な部分とかもあったりとかして、いや、もう副隊長の株爆上がりですよ、これは。ね、生きたいという気持ちこそ、すべての生き物が持つ、絶対に奪ってはならない大切なものっていうね、もうこれはもう、結構もうシリーズ通しての名言なんじゃないかなって、個人的には思いました。で、前回からね、登場して、虹かがちを呼び出したいとね、もうとんでもないことをやってくれている教授なんですけどね、今回ね、虹かがちの腕は破壊して、一件落着という感じではあったんですけど、特にこう罰を受けたりっていうこともなく、この一人の人間があんな強力な怪獣を操れるはずがないっていうのでね、なんか拘束されたりすることもなく、最後はね、いつも通り釣りをしていて、虹かがちの声を聞いて、最後笑って終わるっていうので、その笑顔にはどういう意味があるのかっていう感じで、ちょっとね、こちらの想像を駆り立てるような終わり方でしたね。いや、今回のね、その説得の場面とか見ても思ったけど、そのやってたことは本当にとんでもないことなんだけど、彼自身の思いとして、この人類を救おうっていう意志はね、あったりとかしてたし、その説得を聞いて、それも正解だっていうのも、ね、なんか結構こう潔くて、個人的には結構好感が持てた感じでしたね。ね、勝った方が正解だって言ってたし、それにこう文明のリセットって言いながらも、この関係のないね、さっき言った草とか木とか動物の命も奪うことになるっていう、事実をこう、教授が無視しなかったっていうところもね、本当になんか人間らしい部分とか見れてね、すごい良かったと思いますね。というかもう一回ぐらいこの人なんかね、出てきそうな感じするんよな。その終盤とかになんかとんでもない事態になった時になんか助けが必要なんだろうみたいな感じで出てきてほしいよな。まだ最終回とかのことを語るには早いんですけどね。なんかそういう、ウルトラマンティガのさ、これまでに登場した人たちが、最終回とかにこう集まってくる感じとか好きやから、なんかそういう感じの場面があったら、なんか出てきてほしいなっていう風に思いました。そして今回ね、アースガロンモッド2ということで、アースガロンのね、強化装備がね、追加されましたね。ちょっとびっくりしたのが、僕なんか、どっちもさ、その型についてるやつが、レールキャノンと思ってたんですけど、片方がレールキャノンで、もう片方がなんかね、多目的レーザーっていう感じで、なんか銃口がいっぱいついてて、ビームが出るようになってましたね。あれもなんかね、もう多目的っていうぐらいだから、なんか単発で今回売ってたけど、もしかしたらこの拡散弾みたいな感じで一気に出せたりとかもするのかなっていうので、ね、これからどういう感じで使用されていくのかっていうのもね、すごい気になるし、何よりレールキャノンね、やばいよね、あれ。威力強すぎよ。もう反動が強すぎてさ、こう、宇宙まで飛んでいってしまうっていうね。やばいよね。あそこのこう、安信が外した時の隊長のフォローも良かったよね。これで宇宙から来た敵も倒せるな、みたいな。
細かいフォローも忘れない体調の鏡ですよ、本当。で、次からはね、その反省を活かして、この、伏せて打つことでこう反動を軽減できるっていうのでね、やってましたけど、それが瞬時にできる安信もすごいね、有能やと思ったし、そのレールキャノンの威力も本当にね、申し分ないというか、こうちゃんとこう、二次カガチのまあ弱点といいますかね、機体の部分をね、打ち抜くっていう、本当になんか、アースガロンがいなかったら、二次カガチは倒せてなかったんじゃないかっていうぐらいのね、功績を上げていてね、いや、アースガロン大活躍で嬉しいです。なんか前回ではね、もう全然攻撃が効いてなかったのが、今回はね、もうレールキャノンと多目的レーザーで、結構二次化勝ちを、まあ圧倒っていう感じじゃないけど、結構ね、もうダメージちゃんと入ってるような感じになったので、なんかかませみたいな感じにならなくて本当に良かったなというふうに思ったし、これからももしかしたらね、もっと武装増えてくるような感じもするので、それも楽しみだなというふうに思いました。で、アースガロンもね、強くなったんですけど、ブレーザーも新しい技が増えましたね。まあその名もレインボー降臨っていうね、スカードの隊員たちからは名前がダサいって言われてましたけど、めちゃめちゃ強いというか、まあ虹かがちからね、溢れたこう虹を掴んで得た力っていうことで、まあ実質神様の能力みたいな感じではあるんですけど、まあそれを使用するにあたってね、なんか初めて、なんかインナースペースというか、本当に最小限のこうやって使うんやで、みたいなね、見本が出てきたりとかもしてて、ちょっとびっくりしたんですけど、ちゃんと降臨で切断するっていうね、虹かがちだからね、まあ、虹が溢れるだけでよかったけど、ちょっと他の怪獣でやったらこれはとんでもないことになるんじゃないか、みたいなね。昭和だったら大変なことになってるよ、みたいな切断方法でしたけど、なんかこういうさ、その戦った怪獣の、まあ、能力を使うっていう意味では、そのタイガにあったさ、怪獣リングみたいで、なんかめちゃめちゃ好きなんだけど、その怪獣リングの時はさ、ちょっとこう、闇落ち要素があってさ、後半ほぼ使われんかって、個人的にね、ちょっとなんか残念だったに対して、なんかこれはね、結構、それの反省を踏まえた上で、なんかいつでも使えるというかね、なんかいい感じに落とし込んでくれてね、結構ね、嬉しかったですね。まあでもそれにしても、ブレイザー、あれやね、その、ビーム攻撃が一切増えんね。なんか全部ね、槍とか降臨とかばっかで、なんか切断とかそういう貫く系にちょっと特化しすぎなんで、なんか僕はここでなんかビーム来るんじゃないかってね、虹かがちが光線打つから思ってたんですけど、全然そんなことなかったですね。まあでも降臨もね、いろんな表現方法があると思うので、なんか次から、まあ今度はレインボー降臨大喜利が始まるんじゃないかなと思うので、ちょっと楽しみですね。で、前回からね、まあ暴れ回ってた虹かがちなんですけど、ね、僕の前回までの予想では、これはね、多分倒されずに、なんかこう、浄化みたいな感じで終わるんじゃないかって思ってたんですけど、いやー、真っ二つにされましたね。ちょっとそこはね、びっくりしたんですけど、その最後の教授のシーンで、なんか声はしてたんで、その倒されたっていうか、あくまでその、なんか人間界でこう、活動するための体というか、そのアバター的なものが倒されただけで、なんか精神体というか、なんか普通にこう、いってそうなね、感じでしたね。まあ神様みたいなもんだしね、多分人類のね、行く末を見守ってるみたいな感じでいるんでしょうね。なんかそういう意味ではちょっと水のエノリュみたいでいいよね。で、今回はね、なんか前回よりもなんか活発に動いてたなっていう印象を受けましたね。まあ多分アースガロンの攻撃がなんかね、通ったりとかしてたっていうのもあって、なんか攻撃的な感じになってて、なんか突進したりとかね、鎧をつけた状態とつけてない状態をね、使い分けたりとかしてて、あ、本気出したらこういう感じなんやっていうのがね、分かったりとか、なんか尻尾にさ、刃物仕込んでたりとかしててね、結構お前攻撃的なんやなっていうのが分かったりとか、あとびっくりしたんが、その教授がつけてたリングが破壊されて、なんか光が飛んでいくじゃないですか。僕はあれがなんか虹になってブレーザーが掴んでみたいなパターンなんかなっていう風に思ってたんですけど、まさかのさ、その出た光がさ、もう虹かがちの中入って光線の色がね、黒色に変わるっていう
お前が強化されるんかいっていうね、もうみんな思ったんじゃない？あそこは。お前がさらに強化されてどうすんねんっていう風にね、思ったりとかしてて。いやーなんかね、いろいろとね、謎が多い怪獣ではあったんですけど、たまにはこういうちょっと神秘的な怪獣もめちゃめちゃいいなという風に改めて思いました。はい、ということで今回の感想はちょっとこんな感じになるんですけど、いやー本当に今回はさ、いろんな要素があったけど、もうトータルで神回だったなっていう風にね、思いましたね。最後の教授の浮かべた意味にはね、どういう意味が込められているのかっていうね、考えたくなる幕引きもね、良かったし、いや、これはね、本当に神回です。で、打って変わって次回はね、なんとガラモンが登場します。ということで、なんか久しぶりな感じするな、普通のガラモンが出てくるの。ね、結構予告ではね、動き回っていたりとか、なんかブレイザーに昇竜拳やられて吹っ飛ばされたりとかね、してたりとかしてて、ちょっとね、ピグモンばっかね、見てたんで、久しぶりのガラモンで、ちょっとどういう感じなのか、非常に楽しみです。はい。内容とかもね、ちょっと重そうというか、シリアスな感じもあったんで、そこにどうガラモンが繋がってくるのかもね、すごい楽しみです。ということで、今回ご視聴ありがとうございました。また来週もね、まあ、テレビ放送に合わせた、同時視聴もやりますし、感想も投稿しますので、よかったらそちらの方も見ていただければ嬉しいかなと思います。ではご視聴ありがとうございました。また来週お会いしましょう。さようなら。